しのぎくれは。私にも見させてもらえませんか。貴様、何しに来た。とっとと出ていけ。よせ。でもよ。ドクター、私が誰だかわかりますね。ああ。お困りのようだ。私がこのクラン家を修理しましょう。君に草原言われて断る医者はこの国にはおらんよ。恐れ入ります。今日は一つ格闘技者の皆さんに人体なるものをレクチャーして差し上げよう。君、虫ピンを。虫ピンですか。ありがとう。万物には断りがあり、人体もその例外ではない。その断りさえ知るなら、鍛え抜いたはずの体を一瞬で破壊することも、また破壊された体を再生させることもさほど難しいことではない。麻酔完了。これで何やと？直接心臓マッサージしよるか。そうです。人体を完全に熟知するなら、皮膚を傷つけず心臓をコントロールすることなど造作もないこと。取り急ぎ自律呼吸まで復活させておきました。あとはお任せしましたよ、ドクター。お病院へ搬送じゃ。先ほどから死ぬの生きるのと大変な騒ぎだったようだが、我々医者にとっては生死の沙汰は日常茶飯事。大騒ぎするほどのことはない。顔色が良くないようだが、チャンピオン、生死の現場は初めてなのかな。知人の死を目の当たりにしたショックのために循環器系が軽いパニック状態にあるようだ。大丈夫かね、そんな体調で。君は今から人類史上最高の完成度を持つ肉体と戦わねばならんのだよ。ま、正々堂々とやり合おうじゃないか。まだウォームアップの途中なので失礼するよ。再生はご覧いただいたが、破壊のレクチャーはこれからだ。生徒、楽しみにしていてくれたまえ。しのぎくれは、半端じゃないな。なあ？武道家の持つ解剖学の知識とは桁違いだ。あの知識を持ってる奴が振るう人体破壊術なるものの脅威。勝てっこない。この世で一番強い武道家が、この世で一番強い生き物に倒された。どっぽ、最新の情報が入りました。なんとオロチドッポ選手は奇跡的に一命を取り留め、少し前に病院に運ばれたとのことです。いやはや、さすがは虎殺しの異名を持つオロチドッポ。不死身としか言いようがありません。さあ、それでは本日のメインイベント、チャンピオンハンマーバキ選手対しのぎクレハ選手の一戦です。おお、早くもしのぎ選手入場してきました。ものすごい痩せです。これはいきなり勝負をかけるつもりでしょうか。先だって弟高翔選手を下したチャンピオンに対し、その敵討ちを挑むかのようです。なんだ、しのぎ選手水枕を手にしました。何らかのデモンストレーションが行われるようです。殺す気か、兄さん。彼の体調がどうであれ、私の知ったことではない。たとえたった10秒で終わる試合でも、最強にして最速の破壊劇をお見せするつもりだ。
凄まじいしのぎ選手の肺活量に場内がどよめきます。私はね、何が許せないと言って、あの格闘家たちの思い上がりほど許せないものはないのだよ。格闘技者だけが人体破壊術のエキスパートだとでも言いたげな、あの思い上がりがね。見せてやろうじゃないか、医師と格闘家どっちが本物のエキスパートかをね。今度はタイヤだ。一体何をする気だ。試合になりそうです。おーっと、チャンピオンすでに入場しています。あのバカ、まだしょぼくれてやがる。いきなりの睨み合いです。しかし自信満々のしのぎ選手に対し、チャンピオン全くの無表情。オロチドッポ選手敗北の後、あのようなデモンストレーションを見せられては、さすがのチャンピオンも臆したか。ウォームアップしておらんようだ。まるで筋肉が氷のように冷え切っております。こんな状態で一体どう戦おうというのですか。チャンピオン、時間がありません。せめて今からでもウォームアップを。何か、ちょっと、まだハンマーバキさん、試合前の貴重なお時間に控室へ踏み入る無礼をどうかお許しください。あなたが闘技場へ出る前にどうしてもお伝えしたいことがあります。ドクターしのぎについて。武器の使用以外全ての攻撃を認めます。汗もかかずに出てくると、私も舐められたものだ。私を素人と鷹をくくっているのかな。先ほども言ったことだが、今日は君たちグラップラーがいかに人体について素人か享受して差し上げる。バキ、このアホ、ウォームアップもしねえで。なんて暑さだ。これは一体。黙っててくれないか。私はシノギ・クレハの犠牲者です。私だけではありません。同じ目に遭った人たちは大勢います。私はその代表で参りました。シノギは無免許医です。しかし、専門家の間では、密かに世界最高の腕と囁かれています。治療が困難と言われた、怪我や病気を抱えた私たちは、神にすがる思いで、彼と契約を交わし、法外な治療費を払い、この体を預けたのです。ところが、手術を終えても、私たちの体は一向に回復しませんでした。当然私たちは、彼に納得のいく説明を求めたのです。ところが彼はこう言いました。私の手術は現在の医療水準を超えた先進的なものですが、残念ながら速効性はない。ま、気長に回復を待つのですな。その後、手を尽くして調べた結果、あることが分かりました。彼が私たちに施した手術はまだその効果が実証されていない処置、つまり現状では机上の空論だったのです。彼はそれを私たちの体を使って実験したのです。ただ、自分の医師としての研究欲を満足させるために、私たちは、しのぎクレアを許すわけにはいかないのです。絶対に。ハンマバキさん、お願いです。どうかあの悪魔を。ジャンプ。大丈夫か、バキは。多分な。お、さあ、いよいよ試合開始です。始め。チャンピオン、いきなり独習。
様だけは絶対に許さん。無事に帰れると思うな。